はい、始まりました。村上夏実のなっチャンネル。えっ。この番組はなるようになるをテーマにですね、声優村上夏実が視聴者や村上夏実自身が考えたさまざまな企画をなるようになるかチャレンジ検証する毎月2回放送予定の番組です。番組後半は会員限定放送となっており、会費は1ヶ月税込み540円です。後半はチャンネル放送のみとなっておりますので、ご入会のほどよろしくお願いします。YouTube では前半放送のみとなっております。またコメントやアンケートはチャンネル放送で行ってますので、YouTube でご覧の方はよろしければチャンネル放送ページでご覧ください。番組の感想を Twitter でつぶやく際は、ハッシュタグウニナルと書いてください。目指せトレンド入り。はい、ということですね。ということでですね。今日はもうここは喫茶店、ファミレスって感覚でやっていきたいと思います。前回は藤原夏実がゲストに来てくれましたね。で、盛り上がったね。なんかよくコメントで一番素っぽかったみたいに、なっちゃんの素が見れた気がするみたいに言っていただけたので、あ、そんなに私違うかな、なんかそんなにいつもと変わらないつもりだったんですけど、いつもと違う私を見せられてよかったなと思います。はい、ここでお便りです。なっちゃんズネーム、汗かきゆうすけさんからいただきました。ありがとうございます。なっちゃん、こんなつわこんなつわ、前回は大の仲良し藤原夏実さんがゲストということで、いつも以上に緊張感のないもとい、いつも以上に自然体ななっちゃんが見られる回でした。ところで前半の放送中ずっとテーブルに置かれていたモロッコヨーグルは何だったのでしょうか。特に食べるわけでもなく最後まで特に触れられずに終わったので気になります。あれはね、なんか夏実の好きな食べ物で置いてて、なんか番組中なんか食べてもいいですよって言われてたんですけど、食べなかったっていうなんオブジェだったんですよね。で難しいな、このこっち見よう。多分ね、今見てるんじゃないかな、夏実暇って言ってたから。多分夏実見てると思います。コメントにいるかもしれない。はい、ので私はね、モロッコヨーグルを食べたことないんですよ。で、食べなって言われたんですけど、結局食べなかったです。はい、でですね、ここは喫茶店。今日の放送ですがね、ですが最近内容がゲストに最近内容がゲストに来てもらったり、内容が盛りだくさんだったので、あまりメールを紹介できていなかったのと、前にやったラジオ形式の放送が思いのほか評判が良かったので、カメラはありですが、ラジオっぽい感じでお届けしようと思っています。はい、ここでお便り。なっちゃんズネーム、クラットさんからいただきました。ありがとうございます。なっちゃん、こんなつわこんなつわ。今回はトークメイン回ということで、第10回でやったラジオ回からさらにトーク力やコメント力が上がったなっちゃんさんだと見られそうですね。前とは一味違う姿が見られるの、一味違う姿が見られるの楽しみです。はい、そう、前回ね、初めてこうカメラなしってことで、なんだろう、よく言うじゃないですか、3秒間間を空けてはならぬみたいなラジオのルール。だからなんかずっと喋ってなくちゃっていう気持ちがあって、結構テンパっちゃったんですよ。なんか本当に記憶があんまりなくて、結構視野が狭くなってた感じの回だったので、今回はここは喫茶店なんで落ち着いてやっていきたいなと思っております。何、早速最近あった話をしていこうと思うんですが、その前にこの後やる企
画の説明をしたいと思います。まずはこちらをご覧ください。これじゃん、これ何の絵かわかりますか？これは私が梅雨をテーマに番組前に描いた絵です。おむんくなんだね。で、今日は皆さんにこの絵に合う川柳を読んでもらいたいと思います。川柳で、放送画面上の運営コメントにありますフォームより川柳をお送りください。皆さんが思ったように自由に読んでください。そんなに嫌なの？ああ、嫌じゃん。はい、どうぞで、また絵の方は番組ツイッターにもあげますので、じっくりと絵を見たい方はそちらをご覧ください。番組前半の終わり頃に紹介したいと思います。どうぞ、もう感じたままにいきなり、もう面白くしようとか思わなくていいので感じたままに、面白ければ助かりますでもはーい、さてさてこれ言うって決めてたんださてさてって話のつなぎ目に、はい、さてさてということで、ですね、そうよ、昨日ですね、ちょっと聞いてほしい話がありまして、お風呂上がりにベッドで直面を打ってたんです。で、そしたらもう本当にもう打ち終わるぐらい、もう送信しようかなってこう見返してて、ここにやっぱちっちゃいつ入れようみたいに思ってた瞬間に、なんかここにポトッ、なんかえっと思った、これゴキちゃんが来て、で、私あの声がなんだろう、息飲んじゃうっていうか、なんかえっ、いやいやマジやばいみたいな感じで、なんだろう、叫べないんですよね。でそんな直面に今起きた出来事をめっちゃ言いたいけど明日言いますって言ったんですけど本当になんか声が出ないのでですね、皆さんに最近、まあ、なんか叫んだこと、驚いたことをハッシュタグウニナルをつけてツイートしていただきたいです。今からよいどん、急いで一匹いたら、そうなんですよ、一匹いたら30匹、100匹じゃないの、なんか朝一匹始末したんです、ゴキジェットで。で、夜来たからやっぱいるんですかね。で、昔から叫ばなかったのって聞かれてるんですけど、今叫ばなかったです。なんかこうジェットコースターとかもなんか別にわーって思ってるぐらいなんですけど、みんな叫んでるから叫ぼうって感じで叫んでたり、お化け屋敷とかもおーぐらいな感じで、最近また藤原夏実なんですけど、藤原夏実とホラーゲーやってるんですけど、ホラーゲーム夏実がめっちゃめちゃ叫ぶんですよ。でも私は全然なんか叫べなくて、多分反射神経がいいんだなって、こう叫ぶ人は、自分はもう夏実が何に対して叫んでるのか、まずえおおっていう感じになっちゃう。悟りなっちゃう。あ、そう、紀藤ちゃんとお化け屋敷に行くといい。あかりんめっちゃ叫ぶんですよね、叫ばなそうで。ので、なんか叫べるようになりたい、私もなんかこう、こういう番組とかでゲーム実況やりますとかなったら、なんか多分面白くなくなっちゃうから、夏実みたいにリアクション芸ができるようになりたい。夏実の叫びじゃないですさっきのせい、これ夏実じゃないですよ。
や違うよ、今のキャーです私の言ってるのは。一回叫んでみたらって今言われて、確かに叫びます。確かにイヤホン外してください。ゴキブリ来た、ゴキブリ来た。キャーイエーイイエーイ。いや、お芝居ならねお芝居ですよこれをガチで素でできないっていう話ですはい、ので来てます皆さんから。あ、その前にお便り、なっちゃんズネームいとこさんからいただきました。ありがとうございます。なっちゃんこんなつは、こんなつは、先日は父の日でしたね。なっちゃんはお父様との面白いエピソードなどはありましたでしょうか。本当になくて、なんか多分お父さんこれ見てるからごめんなんだけど、本当にあんま面白くない人なんですよあのザ・理系、ザ・頭いい人って感じで。まあでもこの番組を見てて前言われたのが、もうゲームの話するなって言われて、頭悪く思われるからって言われちゃってお父さん見てるでもなんかあのお父さんすごい、ごめんねケチで前半放送しか見てくれない有料会員にはなってくれない、そこまでは見れないらしいですで、なんだっけ、何をするんでしたっけこの話でこっから何だっけ。頭いい話をしなさい。頭、あ、そうそう、お父さんがそうだから、そう、頭いい人だから、そのゲームの話とかじゃなくて、もっと頭よく思われるような話をしなさいとは言ってないけど、まあしたら喜ぶかなって思いましてですね、なんかちょっとカタカナ多めでいきたいと思います。なっちゃんズネーム響さんからいただきました。ありがとうございます。なるようになるお悩み相談。僕は釣りをよくやるのですが、バックラッシュが怖いのと、それでせっかくの釣りタイムが削れてしまうのを回避してて、スピニングリールでしか釣りをしたことがありません。そんな僕でもベイトリールのキャスティングが上手くなれるように、なっちゃんのコツを教えてください。バックラッシュ、スピニングリール、ベイトリール、キャスティング最後キャッシングって間違えたお店の名前言っちゃった、キャスティングまずですよ、バックラッシュなくす方法。バックラッシュってリールのこのライン、あ、あと糸がこう投げた時に、だいたいこう、なんだろう、まあこの糸がぐわーって絡まっちゃうことです。これになっちゃうと、もうこれをもう取るのにもう時間が、もうなんだろう、かかる時はもう2時間ぐらいかかっちゃうし、もう直せない時もあるですよねこれが怖いということなんですが、とりあえずまず開けた場所で釣りをしましょう。よくある初心者のバックラッシュの仕方、こうやって振りかぶってこの辺の木とか草にかけてグワーってなっちゃう。でも後ろが開けてて何もぶつからない場所でまず投げる。でよくやりがち、最初からめちゃ重いルアーつける。わかる気持ちはでかいかっこいいの投げたいのわかるでもその分こう着水する時のタイミングずれるともうグワーっていくんで、もうまずは軽いワーム、あの水中に水面に浮くぐらいな軽いやつから始めると、そう、まず水面に着くまでにあれだから
チって、カチって やんなきゃダメだから、それをだんだん重くしていく。まずはワームから、あ、もうこんなんから、あ、でも投げられないか、何グラムがいいかな、最初は。もうこんぐらいのやつから始めましょう。で、だんだん重たいルアーとかにしていくといいと思います。なるようになる。あ、頭良さそうに見えてる。ただの釣り好き。これはためになる。だって釣りロケしたい。決め台詞、決め台詞って刺す。正直あんまり嘘。何の話してるのかわからない。釣りの話。カタカナ多かったじゃん。カタカナ多かった。はい、なっちゃんズネームタツーさんからいただきました。ありがとうございます。なるようになるお悩み相談で、就職活動は一段落つきましたが、卒業論文が進みません。好きなテーマに手をつけていますが、滞って仕方ないんです。なんとかなりますかね。これ卒論ってなんか誰かのパクリは絶対ダメなんですもんね。先輩の丸写しみたいな、バレちゃう。誰かの悪い。頭悪い。待って待って、頭いい感じで考える。まず滞ってに振り仮名を振っていただいたという。ありがとうございます。なんだろうな、進まない。好きなテーマに、でも好きなテーマやってんだもんね。じゃあそれ好きじゃないんだよ。釣りだったら私かけるもん、多分。もっと好きなテーマ見つけよう。ダメだな、頭良くなさそうだな。頭良くなさそう。カタカナが思い浮かばない。ダメだ、システム。お父さんシステムエンジニア。システム。なるようになりますよ。気合い。きっと期限来たらできる。SE の、俺と一緒だ、すごい。気合い。はい。はい、なるようになる。なっちゃんズネーム七草がゆさんからいただきました。ありがとうございます。なんだ、なるようになるお悩み相談で、苦手な科目の授業になるといつも居眠りしてしまいます。これはなんとかなりますか。いいんじゃないですか、居眠りして。居眠りしない人なんているのかな。してた、私もしてましたよ。もういかにこう寝てないか、寝てるないようにこうっていう、こうなるやつですよね。みんなそうですよね。そういう道辿ってますよね。こう寝てるやつはいたけど、これがいるんだ。いや、で、ペンは持ってるんですよ。あー、こうです。バレますね、これ。なんだっけ、これはなんとかなりますか。まあでも卒業できればいいんだよ、何してても。私結構悪い子でしたよ、高校の時。授業中に門を乗り越えて、あ、散歩して1時間なんか一回やってみたかったんですよね、脱出、学校脱出で、脱出してなんか帰ってきて、その時英語の授業だったんだけど、先生にエスケープしたんですかって言われて
エスケープの意味が分かんなくてエスケープって何ですかって聞いて、なんか逃亡とか逃走とか、なんか脱出とか脱出っていう意味って覚えた親が見てますよだから全然話してるんで大丈夫ですいや学年1位は嘘じゃない中学の時の話ですけど、はい、サラダにかけるドレッシングはごまだれ派な夏ラジもうなんで初見なんだもん今急に出されるんだもう理解してないじゃないですかもう切れたみたいなこんな急にジングル来るんだ怖い怖い。今回は聞き取れました。そう、収録じゃなくて、そう、生で生で生で、しかも急にバッて出してくるいつ来るかわからないっていう対応力は、はい、なっちゃんずネームペロスケさんから、おサラダにかける、あ、ね、ペロスケさんからサラダにかけるドレッシングは何派ですか。いやでも本当にさとっさに言っちゃうからさ、本当はチョレギが好きなんだけどごまだれしか面白くなくてごまだれ、潜在的にはもしかしたらごまだれが好きなのかもですねとっさに言っちゃうやつか前回第10回の放送の時のラジオは収録だったんですけど、うん、今回はこれ結構とっさにやったら面白いんじゃないかな。怖い怖い、絶対噛んじゃう。何なんですかあ、これあ、これはい、ですね、ここで先ほど募集した川柳を紹介したいと思いますよ。うまくね、できない。はい、なっちゃんずネームトントンさんからいただきました、ありがとうございます。大雨だ、傘を忘れて大絶叫。違います。違う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 、あ、そうですね。いやでも大雨、そっか、大雨になっちゃったか、最後につけた下雨が。あー、なるほどな、傘を忘れて大絶叫。あー、でも大絶叫まずしないから私。うん、でも確かにそう見えますね。でも違います、もっとください。なっちゃんズネームまさにゃんさんからいただきました、ありがとうございます。叫べない代わりに叫ぶ夏ムンク。イエーイ滑った感じにすんなよ、ごめんなさい、面白いごめんなさ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 い、今日話したことを引っ掛けてる。そうですよね、そうですよね、今作家さんがめっちゃ褒めてますよさっき叫べないってことに絡めて言ってきたんだから、すごい大したもんですよってすごいですよって、ごめんなさい言い方が悪かったはい、なっちゃんずネームザクローさん、ザクローさんからいただきました、ありがとうございます。雨の日は雨の日は髪の毛くる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 パー。だって髪の毛ないじゃんなるほどなるほど、あ、これね、なるほど、あ、これでか、違います、違います。これどう反応すべきかわからないこれが髪の毛だと思う、あ、思ったんですね。それがじゃあ何なのかっていう、いろいろ感性が、はい、なっちゃんずネームキールさんからいただきました、ありがとうございます。かき氷一気に食べて頭痛い。おお、でも近づいてるよ近づいてる近づいてる、違うけどかき氷、ああ、まあでも確かにそうも見えますね。頭、なっちゃんずネーム
おのっつんさんからいただきました。ありがとうございます。雨なのに雲の量が少なくない？確かに確かに少ないね。普通に絵を指摘されたって感じですね。天気雨クラス。確かに少なかった。でもなんか近づいてきてるんだよな、その少なくないみたいなところが。はい、なっちゃんズネーム何本さんからいただきました。ありがとうございます。6月の気圧の変化で頭痛なう。これ来てるねすごいよ何本さん、すごい来てるよ正解があんのか来てる来てる、すごいね。あー、もう2つ合ってるって感じ。なっちゃんズネームペロスキさんからいただきました。ありがとうございます。テンションが気圧とともに急低下。なるほど なるほど。違うなぁ、ちょっと。でもまあ一個合ってるって感じ。いいぞいいぞいいぞミスターポポさんからいただきました。ありがとうございます。6月は気圧の変化で偏頭痛。おお、なんかさっきと似てますね違う、だってだって だって正解って言わないからさ。そっか、正解発表。あ、今書く似てますね。いやでもどんどんね、惜しかった、本当に惜しかった別に1個目が合わせるクイズでもないんで、これみんな575なのかな、本当に。あれ待って、なんだっけ、間違えた。鼻もない、髪の毛もない、指もないっていう確かに本当だ。いやまあ、この絵ダメかな、ちょっと待ってくださいね。だんだんと口ピーナッツに見えてきたっていうのがあります。本当だ本当だ、低気圧ちなみにあのテーマが梅雨っていう風に書いてもらったんですけど、僕も作家さんも予想してた絵と全然違ってびっくりしたね。なんか風景の絵を描くと思った急いで書く。おいし、OK。はい。できた。正解は。ダメというかクイズとして出してなかったじゃん。ごめんなさい。どうする武器だったんだろう。はい、じゃあ行きます。じゃん。低気圧のせいなのかな。頭痛い。でしたー。頭痛いって言ったっけ。いたと思いますけど、接続詞から始まる低気圧で気圧っていうのがすごい遅い。あ、偏頭痛のヒッチのせいなのかのせいなのかなこれもなるよ、ウになると一緒のパターン。あー確かに難易度が高すぎるか、ごめんなさい。まあこれが正解でした。いやでもこれ当てる人がいらっしゃったらもう本当にすごいですよね。はい、えっマジか、といった
前半終了です。ここまでいかがでしたか。確かに入れなくて、いや難しかったですね。ごめんなさい。すごいもやっとしただって、ごめんなさい。すいません。次回の放送は7月2日火曜日21時予定です。番組ではお便りを募集しております。放送画面上に出ている応援コメントよりお送りください。番組公式ツイッターもありますので、放送画面上の URL よりぜひフォローお願いします。番組の最新情報をお知らせします。番組の回想、感想、ご意見をつぶやく際はハッシュタグウニナルでツイートお願いします。私やスタッフが後で覗きに行っちゃいます。トレンド入り目指しましょう。はい、あ、そうだ、ですね、告知、6月24日にですね、ミュータンの番組、あ、久保田ミュちゃんの番組、ミートユーに私がゲストで行かせていただくことになりました。6月24日21時半なので、ぜひ見てください。あとですね、その前日6月23日虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会がですね、ランティス祭りに出させていただきますので、そちらもぜひ応援よろしくお願いします。詳しくはツイッターを見てください。はい、ということでこの後10分間の休憩に入ります。後半放送はチャンネル放送のみとなりますので、 YouTube でご覧の皆さんはぜひチャンネル放送ページに移動お願いします。冒頭はどなたでもご覧いただけますが、途中からチャンネル会員限定放送となりますので、この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。後半も引き続きラジオ風にお届けしたいと思います。ラジオ風だったかな。それでは皆さん休憩です。また10分後、飲み物などを用意して待っててください。またね。